宇崎ちゃんは遊びたいっていうアニメが本日10日に、まあ、放送されるっていう感じというか放送されるんですけれども、ただこれまあなぜかというか初めてじゃないかなっていうぐらいでもないかな、山陰地方で初めてリアルタイムで放送見れるっていう感じだったんですよね。まあ山陰地方って言えば超ど田舎、鳥取島根でもコロナの発生していない県ベスト3っていうところまで上がっていて、まあツイッターでディスられましたよね。コロナをもスルーする山陰地方、コロナにすら気づかれないガラパゴス諸島クラスの鳥取島根、もうアマゾンの奥地ですら出てくるのに鳥取島根に出てこないってことはアマゾン以上の秘境なのか、などなど、挙句の果てにコロナ疎開に鳥取に来るというバカ者どももいましたからね。本当にまあそのおかげで3人出てしまいましたけどね。最初に違うわ、最初に一人出て、その人がまあ濃厚接触者が2人その人に感染させてしまったっていう、まあこれ完全にコロナ疎開で移されたっていう感じですよね。本当にまあただ鳥取に4人目が出てきましたけれども、この4人目の方はまあ正直言いますと東京広島とかに行っていたので、それで移ってしまったっていうので、まあ鳥取に戻っておかしいなって思って検査したらコロナにかかってたっていうので判明したやつなんですけれども、まあでもとりあえずその人が濃厚接触した方も結構鳥取にいますんで、まあ鳥取の一桁ももうそろそろ終わってしまうような気がしてならないですと、まあコロナウイルスすらスルーしてしまうほどの超ガラパゴス的な人名ええ加減にして鳥取島根、まあ山陰地方なんですけれども、そこでまあゲゲゲの鬼太郎はまあ水木しげるさんと水木しげるさんの奥さんが出身地なんで、まあこればっかりは普通にこっちの方をまあ早くしなければなんないっていうのは分かりますけれども、宇崎ちゃんは遊びたいがなぜにこっちの山陰地方でリアルタイムで放送されるんだ、一体これこそわけわかんねえな。参院放送7月10日より毎週金曜日25時55分。起きてません。明日休みだったのな、見るんだけれども、明日仕事なんだよな。一番早いので東京 MX で10あと1分後いつやってるのか、いつ録画してるのかがすぐにわかる。あ違う、 ATX だ、もう放送されてました。で結局宇崎ちゃんは遊びたいと山陰地方に何のつながりがあるんだろうと思って検索かけても全然わからないと。
まあただそれで考えたらデジモンアドベンチャー、まあゲゲゲの鬼太郎の終わった後のアニメなんですけれども、それも放送されてますからね。なんでだっていうぐらい、もう山陰地方のガラパゴス的なところにはアニメはそんなもん、東京とか関東地方とかの分が終わってから鳥取島根に流ちゃいいんだっていう風なイメージがもう違ってるんですかね。まあ昔なんかね、デジモンアドベンチャー、あのリアルの放送当時、デジモンアドベンチャーのオープニング聞いたのは、あの快進撃テレビ歌いもんでランキング1位を争っていた時のデジモンアドベンチャーとポケットモンスターのあの分だけですね。正直リアルタイムでデジモンアドベンチャーを見ていません。そんなはずなのになぜこちらでリアルタイムで放送されるんだとちーっと考えております。ま、本当になんでだっていうぐらいですね。まあ頑張っていらっしゃるというふうに素直に思うべきなのか、なんか裏があるのかってな感じ。リアルタイムで絶対放送されなかった昔に比べて、なんでなのかっていうのが、原因はこれか。検索かけたら一発で出てきました。宇崎ちゃんは遊びたいかける鳥取コラボレーション、宇崎ちゃんは鳥取で遊びたいかけて鳥取で様々な企画を予定をしております。テレビアニメも鳥取が登場するのでどうぞ楽しみに。おお、どこが出てくるんだ。三朝温泉と倉吉ですか。まあどうせワンカットぐらい、またはアイキャッチとかのカットに鳥取三朝温泉倉吉風景が出てくるっていうぐらいですね、おそらく。まああのゲゲゲの鬼太郎みたいに境港を モチーフにした話を作ってくれるっていうことは多分ないでありましょう。川原ブロもアニメの舞台としてコラボビジュアルが公開されました。 あこれか、川原ブロって2人のまあこういうつながりから山陰地方でも放送っていうことなんですかね、リアルタイムで。でも原作でこういった系統ってあったかな、無理やりか。まあ正直昔見たくても見れなかったというジレンマから、アニメのリアルタイムにはちょっとひねくれた考えを持っております。